皆様こんにちは韓中国です中国滞在中のアフリカの国ジンバブエのコンスタンティノ・チュエンガ副大統領が27日新型コロナウイルスに感染したと確認されました彼が泊まっていたレーシュンホテルは封鎖され宿泊客と従業員約400人は21日間の集中隔離を求められましたチュエンガ副大統領は これまで中国製ワクチンを2回接種ししていました。中国公式メディアの報道によると北京では27日に新たな海外輸入症例が1人確認されすぐに特定病院に搬送されました感染者が宿泊していたホテルでは殺菌消毒を徹底して全ての接触者は隔離されたといいます情報筋によるとチウがンガ副大統領が泊まった レイシュンホテルは五つ星のホテルであり北京市東上区の大府井商業エリアに位置し北京共和病院から5 0 0ルしか離れていません主演が副大統領は北京共和病院で治療を受けていたとみられますネットユーザーによると25日午前8時ごろ救急車が到着し非常線でホテルの周りが囲まれましたが ホテル側は当日の宿泊客に事情を説明せず通常通りチェックイン手続きを行っていました午後9時過ぎてようやくホテルが封鎖され出入り禁止となりましたその後ホテルにいた全員が PCR 検査の実施21日間の集中隔離を求められました中国公式メディアによるとチェ・知恵がン副大統領は 2月18日に中国製ワクチンを接種し彼はジンバブエ初のワクチン接種者であるといいますその後チュエンガ副大統領は3月18日に中国製ワクチン2回目の接種を終えメディアに対して短いスピーチを行いました彼は中国製ワクチンの安全性と信頼性を称賛しジンバブエの人々に積極的に ワクチン接種を行うよう呼びかけましたご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします